ハローアースノイド、バーサスシリーズって初心者に厳しすぎない?に対する、ネットの反応をお送りするよ。このゲームシリーズ初心者に厳しい、覚えることも教えることも多すぎる。他の格ゲーとかの対戦ゲーのノウハウが通用しない特殊な部分が多すぎる。格ゲーと同じで操作が複雑になりすぎて新規お断り状態になってるよね。エクバぐらいの複雑さならまだなんとかなるんだろうけど、今は派生やら降りてくやら多すぎて、初心者は何もわからず駆られるだけになっちゃう。初心者同士でやる分には基本的にワンコマンドで出るし、格闘も連打でどうにでもなるから、よっぽど特殊な機体でもなければ問題はない。問題なのはちょっとでもセオリー知ってるプレイヤーがいるととんでもない差がつくことなのよね。動かすだけなら格ゲーよりはずっと楽で真面目に戦うと格ゲーよりも難しいゲーム。対戦ゲームでも珍しい 2on2。ステビーディーとか完成ジャンクとかオリテクとか必須なのに公式があまり教えてくれないテク多い。単純にキャラ数が対戦ゲームでも多い。そして1キャラ1キャラがキャラごとにやることに乖離があることが多いと、初心者には厳しいわな。キャンセルルートと威力を明記して乗せてくれる海外パクリゲーの方が優しいのバグ。ロック距離とか機動力の数値化はいい加減してくれ。あと派生のオムとかシャチャカクチャの武装も書いてほしい。アップでの機動力上げましたわ。何がどう変わったのかわからんの困る。歩行速度とか旋回性とかジャンプ力とかブースト速度とかいろいろあるやろ。書かれても使ってみねえとわかんないんだもん。使ってもわからないことも結構あるんだよな。友達の初心者がセビアとかヒルドルブとかラボーとかガイアが好きって人だと頭抱える。実際頭抱えた。前もスマブラ始めた時に重量級は難しいって言われてどうしようか迷ったけど、結局は好きなものを使い続けるのが一番でしたよ。ヒルドルブが好きって言われても実際大変だったからわかるわ。あれ普通に動かしちゃうと初心者同士の戦いでも一方的にやられる超特殊キャラだからな。そんな彼も今では僕より強くなりました。ガイアとかは普通にステラが好きなガンダム好き多そうなんだよな。参考にするかと配信者とか見ると、次元の違う動きしてて困るんだ。なんならおふざけ機体でクソムーブしてるはずなのに動きの精度高すぎてできるかとなるんだ。本人曰く自分は下手、かっこ比較対象全一って言ってるぴょん格使いとか公式に呼ばれる元全一とかな。心配せんでも今のマキオンで YouTuber と同じ動きできる人ほぼおらんでしょ。よう見てるバルバトス使いの人いるが、ふざけた変なことばっかやってるのにいざ真似しようとしたとき、こんなイカれた難易度のムーブやってたんってなったから動画上げる人は基本化け物で、住んでる次元が違う人だってことを忘れないようにしたいと思った思いで。ストロークもやってたガンダム勢だけどマジでテクニックへの動線がなさすぎる。ストロークだと基本テクニックの説明。一覧がある。そしてそれぞれのキャラクターに合わせて、このキャラはこういう性能をしています、このキャラの基本コンボはこれです、このキャラのこの技はこういう性質がありますが分かるようになってる。でもマキオンはズンダとか完成ジャンプなどの説明はない。コンボの説明もない。技の性能は自分で調べろ。そりゃ寄りつかないし分からない。どうすれば攻撃が当たるのか、どうしたら避けられるのかみたいな動線もほぼないし、ついでに 2on2 における立ち回りに関しても謎のナビが指示中するだけと理由。新規を取り込むつもりはもうとうないと言いたげなくらいなんだよな。むちゃくちゃだ。こんなコマンドでこれだけの乾燥機を動かそうなんて、マジでプレイヤーの善意にあぐらをかきすぎじゃ。ブーストダッシュで動いていろいろ射撃できてかっこいい。格闘派生だけ覚えとけいいんだよ。うまいやつに勝てる要素がないんだよなこのゲーム。サブ化も蔓延してるし、他のゲームで勝率9割とかありえないしな。シャッフルなら普通の人は勝率4割くらい、5割が上手い人で6割からはサブ化しかいない。どんなに心が広い人でもシャフで地雷されるとすさんでくゲームっていう人いるけど、他のチームゲーなら怒らないでいられるのかね。2オン2だから全ての怒りが1人に集中するから、もっと人数いれば怒りが分散するかも。操作官に通ってて3オン3できたバーサスが面白かったかというと、 10vs10 とかでも地雷は即バレするし負担も普通にでかいよ。どこもチームゲーなんてプレイヤーバーサスエネミーすらメンタル耐久テストやで。ガンダムゲームでここまで完璧にこの機体をこのパイロットで動かせるみたいなのがエクバくらいしかない。バトーペみたいなリアル路線とかガンブレみたいなカスタムも面白いんだけどね。
モーションやらその他でアニメをそのまま自分の手で再現できるってゲームほぼないからな。マキオンで最初にダクハの覚醒技見たとき感動したな。その後あまりの強さに戦慄したけど。最近初めてちょっとだけ対戦やってみたわ。速攻潰されたから一人用に戻ったわ。ガンダム動かしたくて最近カタログにあったのをダウンロードしたけど、とても対戦なんてやろうと思えんな。ナビが可愛いからひたすら一人用モードやってる程度だ。正しい初心者のあり方、ぜひこのあり方を広めたい。負けたから引退とかそういうの悲しすぎるし。アケゲがもう現代に合ってないんだよね。プレイヤー同士の交流もアケコンも全部家でできるから、新規環境新規体で釣るしかない状態。ストロークのようなモダン操作で格ゲー界隈への新規呼び込みにも適応してないし、廃れるのはもうしゃあない。ガンダム好きからしたらほぼ理想のゲームなのに、家庭用は堅くなに出さないのひどいよ。クログかエクバ2出してほしい。家庭用ポンポンで出たらシリーズ終わるよ。無印フルブでそれやって、ゲーセン側にガチ切れされた過去があるからな。家庭版出せたのもマキオンの売り上げを見るに海外勢みたいな特殊例でもない限りは口だけだったっぽいのがな。新規参入するやつなんかおらんし、既存のプレイヤーが買うだけだから、売り上げがとか言われてもそらそうでしょうよ。マキオンに関しては当時エクバ2も末期だったのに、1世代前のゲーム出されても、って感じだったし、そりゃそんなに売れないだろという気もするが、やっぱりバーサスがこけたのが本当に痛い。家庭用はゲーセンに売る時の契約あるから難しいんやろな。結局ゲーセン側を切らない限りは家庭用でないだろうな。明けゲーでいてくれるお金で月1アップで3枚の新機体永続追加ができてると思うとなかなかね。スマブラとかもう開発終了しちゃったし、あんまり嬉しくない。ボダブレみたいな悲惨なことになってほしくないし、移植は望まねえかな。エクバシリーズの作り込みはゲーセンで巻き上げている巨額の売り上げを予算にして継続的に開発されているからな。家ゲー路線にかじ切ると絶対レベル落ちるよね。ていうか家庭用になったら DLC で 2,3 機出してそれで開発終わりだと思う。エクバはスマブラに劣ってる。エクバはアーマードコアに劣ってる。エクバは鉄拳に劣ってる。エクバはストロークに劣ってる。なんか知らんけどエクバって長生きだなと思いました。今見るとなんでスマブラとアーマードコアが入ってるのかわけわかんねえな。あとは俗に言うトッププレイヤーのマナーがちょっとって場合が、暴言を普通に配信で言ったりするし、いっちゃんひどい時の格ゲー界隈でさ。最近では捨てゲーした後に相方の勝率さらしをやってた人もいたね。コンプラ意識するプロゲーマーもいないからトップ層も荒れ放題なんだよな。昔の格ゲーみたいにゲーセンの身内ノリが配信で発揮されてる感じだし、公式呼ばれてる専用 YouTuber たちはさすがにちゃんと自重してる人多いけど。